生きるための旅だが、風景を忘れてはいけない。未知の山の頂。で、文明の痕跡が残されているかもしれないしな。積み重ねはいずれ大発見につながる。どれだけ小さな努力でも文明を紐解くための一歩になるはずだ。時間は無情に過ぎ去り、ただ温厚が世に残された。時間は無情に過ぎ去り、ただ温厚が世に残された。皆様の応援のおかげで、屋根のない露店ではあるが、なんとか商売をやってこれた。さて、見聞の広い漂白者、温厚を見つけて商売しに来てくれたのか。うん、貴重とは興味深い。商売とは本来金銭を稼ぐ行為だが、金銭だけで世間を測るようになれば立ち行かなくなる。この陳皮の商売に一番大事なものは合意だ。君が使えないものでも私なら活かせる。他人にとっては何の用途もないガラクタでも、私には歴史と年月の証に見えるかもしれない。だから温厚を拾ったら私のところまで持ってきてくれ。報酬も多めに用意している。損は一切させないさ。